こんにちは。今日は n3 のこの3つの文法を勉強します。よろしくお願いします。では、始めに、えー、この何々こともあるを勉強しましょう。はい、ではこれを読んでください。朝、大抵パンを食べますが、オートミールを食べることもあります。

たまににすするという意味で,すでたまには時々よりもっと少ないです。いつもよく時々たまにですね。たまに何々するという意味です。こともあるとことがあるは同じ意味です。でこれが接続のコネクションですね。例えば行くこともあるがない。 の時はしないこともある。が食べることがある見ないことがある。こういう風に使います。こともあるとことがあるは同じです。じゃあ、ちょっとあの確認しましょう。オートミールを食べることもあるオートミールを食べることがある。これは同じですよね。時々します。という意味です。 じゃあ、これはどうですかオートミールを食べたことがあるこれは多分ずーっと前に <laughs> 勉強したと思うんですけど覚えてますかこの「食べる」と「食べた」が違うポイントですよね。で食べることもある食べることがあるは時々食べたことがあるは前に一度でもいいから食べましたということですね。はい これ大丈夫ですかじゃあこれのネガティブを考えてみましょう。オートミールを食べることもあるとオートミールを食べたことがあるですね。これネガティブないにしたらどうなりますかこの上の文はオートミールを食べないこともあるでしたよね。ないこともある。で下の x p e r i e n ンスの方は。 オートミールを食べたことがないですよね。このないの使い方、ちょっと違うので気をつけてください。今日はこの下の文じゃなくて、上の sometimes の方ですね。じゃあちょっと例文を見てみましょう。これさっきの文ですね。もう一回読んでください。朝、大抵パンを食べますが、 オートミールを食べることもあります。朝、大抵パンを食べますが、オートミールを食べることもあります。だ,だいたい毎日パンを食べますけど、時々オートミールを食べます。これは、この読み方、わかりますか、ね、梅雨ですね。はい。梅雨の間でも晴れることがあります。梅雨は、 あの雨の季節ですね日本で6月とか7月大体いい毎日雨が降る雨の季節それを梅雨と言いますね梅雨の間でも晴れることがあります梅雨のイメージは毎日ずっと雨が降っていると思うけど実は時々晴れます気持ちいいですねじゃあこれはどうでしょうかよくネットフリーを、 使ってるけど、アマプラで映画を見ることもあるよ。はい、これネットフリとアマプラわかりますか？<laughs> ネットフリはネットフリックスですね。で、アマプラはアマゾンプライムです。<laughs> アマゾンプライムもアマプラということがあります。アマプラで映画を見ることもあるよ。よくネットフリを使うけど、時々アマプラで映画を見ます。ですね。 では、えー、文を作ってみましょう、はいえー、ライブレッスンの時に、えー、この文を作ろうの時はみんなからどんな文が作れますかといろんなアイディアを出してもらっていますあ、えーと。今日はそのみんなからもらったアイディアを書きますので今この YouTube を見ている皆さんもどんな文が作れるか考えてみてください。週末何々ことがある 週末何々こともあるはい皆さんどんな文が作れますかあ例えば、えー、週末家を出ないこともありますか、えー、週末 <laughs> ずっと寝ていることがありますはいいいですねあと、えー、週末おいしい朝ごはんを えー、作ることがあるはいこれ、えっと、もっといっぱいいろんなあの何々ことがありますというのがあったんですけど今3つだけ書きましたえ週末家を出ないこ,ともありますこの人は大体いい毎週週末家を出ますけど時々家を出ません時々家にいます 週末、ずっとと寝ていることがありますすそうですね週末時々疲れたらずっと寝ています。ですね、<laughs> 週末、おいしい朝ごはんを作ることがある。いいですね。だから毎,毎週の週末じゃないけど、週末、とてもおいしい朝ごはんを作ることがあります。ですね、いいですね。はいじゃあ、これは大丈夫ですね。次に行きましょう。 でここで、ライブレッスンの時はレビュークイズをしています。YouTube でレビュークイズができないのでスキップします。では、ここで次の文法に行く前にちょっと店の名前です。さっき、ネットフリーとかアマプラとか説明しましたけど、このお店の名前もよくあの日本語で短くなったりしますよね。ちょっとそれをいくつか見てみましょう。 これは多分とても有名だと思うんですけど、まあ、日本語でもスターバックスで短くしたら何と言いますかでスタバですね。これよく使います。スタバ。じゃあ、これはあの家具のお店ですね。ベッドとか机とか。これ日本語で IKEA と言います。IKEA じゃなくて IKEA と言います。で、IKEA はまあ、もう短くできないですね。 池とか言わないです。ikea は ikea ですね。これはどうでしょう？あの、アイスクリームのお店ですね。これは日本語でサーティワンと言います。これサーティワンって、あのバスキーロビンスは31の味がいろんなフレーバーがあるサーティワンという名前なんですけど、日本語ではあの日本で本当の会社の名前もサーティワンと言います。 だからバスキン・ロビンスと言わないですよね。みんなサーティワンと言います。これはどうですかこれ日本語の本当の長い名前知ってますか無印良品と言います。で、これ短くしたら無字とあんまり言わないんですけど、無印とよく言います。でもね、ちょっと無字より長いですけど、無印と言います。あと、これは <laughs> これ、カタカナでね、みんな知ってる名前だけど、カタカナで書くの結構難しいですよね。マクドナルドですね。これ、短く言ったら、なんて言いますか私はマックと言います。でも実は大阪ではマクドというらしいです。で東京でマックと言います。2つ言い方がある、これ、面白いですよね。 はい、これよく、あのー、話に出る名前だと思うのでちょっと見てみてください。では次の文法に行きましょう。何々べきこれはあまり聞いたことがないかもしれないですけどじゃあ、えー、とこれを読んでください。ちょっと漢字が難しいですね。面接ですね。面接に行く前にその会社のことを調べるべきだ。 面接,かりますか面接はあのその会社で仕事をしたいと思ってその会社に入る前にその会社の人と話をします。ね、今までどんな仕事をししてきましたか、とか、とそういういことですねで。その面接に行く前にその会社のことを調べるべきだで調べるべきだ、まあ、調べた方がいいという意味です。 その面,接これ面接の絵分かりやすいですけどその面接に行く前にうちでどんな会社かなとか調べますよね。でそれ調べた方がいいという意味です。でべきは〜した方がいいという時に使います。でも「あのた方がいい」はよく使うと思うんですけど「べき」はもうちょっと強い言い方になるので話す時は「何々した方がいい」をよく使います。 でべきっていうのはみんなが思っているようなこと、常識ですね。みんながよく言うようなことによく使います。でちょっと硬い表現ですで、えーと。例えば、何々べき、その動詞ですね。動詞のるべきというふうに言うんですけど、例えば、見るべき、この映画を見るべきです。まあ、考えるべきです。でするべき。 だけ特別で、これすべきということもできます。するべきとすべきは同じです。で、両方よく使います。するべきとすべき。で、ないのときは何々るべきじゃないとなります。例えば話すべきじゃないですね。いいですか。<laughs> はい。 で、さっき話しましたけど、この,あのみんなが思っている当たり前のことについてよく使いますね、この文法。じゃあちょっとこれ読んでください。このレストランのパスタはあまりおいしくなかったよ。パスタを注文するべきではない。このレストランのパスタはあまりおいしくなかったよ。パスタを注文しない方がいいよ。 こ,れこのポイントが違いますね。注文するべきではないと注文しない方がいいよですねであの。このすごく個人的な自分の思っていることについて「べきではない」を使うとすごく強い感じがします。こういうことだったら「しない方がいいよ」「ない方がいいよ」を使った方がもうちょっと優しくて自然な感じがします。 ちょっと使い方が難しいかもしれないんですけど、と練習してみましょう。じゃあ、どんな時に使うかちょっと見てみましょう。これ、さっきの文ですね。面接ですね。面接に行く前にその会社のことを調べるべきだ。でもう大丈夫ですよね。面接に行く前にその会社のことを調べた方がいい。じゃあ、次です。これは 映画館の中ではスマホの電源を切るべきだ。映画館は映画館ですね。<laughs> 映画見るところで。スマホの電源はそのスマホのオン・オフですね。だからこれ、あの映画館の中で映画館暗いのにスマホを使っている人がいると明るくて迷惑になりますよね。だからスマホを使わない方がいい。 でこれはその私だけの意見じゃなくて多分マナーみたいなことですよね。そういう時にこのべきを使います、はい。じゃあこれはどうでしょう。会社の秘密会社の秘密を家族や友達に話すべきではない。会社の秘密を家族や友達に話すべきではない。 私の会社の秘密を家族とか友達に話さない方がいい。これもダメですよね。私だけが思っていることじゃなくてあの、ダメなことですよね。こういう時も何々べきではない、べきじゃないを使います。はい、いいですか。じゃあ、これちょっと難しいかもしれないですけど、文を作ってみましょう。会社で何々べきです。 が何々、べきではない。これ、どうでしょうかじゃあ、これもライブレッスンの時にみんなから出たアイデアを書きます。会社でえ昼寝 <laughs> すべきではない。そうですね。<laughs> 昼寝したい時もあるけどしない方がいいですね。あと、会社でえ仕事をサボるべきではない。うん、そうですね。じゃない。はい。 あと、えー、会社で同僚に、えー、親切にするべきですね。はい、あ会社で、えー、昼寝すべきではない。昼寝はあの <laughs> お昼ご飯食べた後ととか、ちょっと寝ますですね。会社でちょっと難しいですね。<laughs> 会社で仕事をサボるべきじゃない。いいですね。仕事してください。<laughs> 会社で同僚に親切にするべき。うん、いいですね。親切は優しいですよね。はい。これも他にもいろんなものができると思います。ちょっと考えてみてくださいね。では、レビュークイズまたスキップします。ここでちょっと一つ、今日の漢字を勉強しましょう。この漢字見たことありますかこれ、インとか印と読みます。 で何かこうマークするとかそういう意味の時に使います。じゃあどんな単語ができるでしょうか。例えばこれ。これ読み方わかりますかこれ印刷と読みます。印刷印刷するは何かパソコンで作ったものを紙に印刷します。<laughs> これですね。これ印刷しますで。この機械は日本語でもプリンターと呼びます。プリンター。 でもそのこのアクションは印刷するです。プリンターで印刷するですね。じゃあこれはどうでしょう。これも初めは印ですね。印鑑これです。印鑑はい。まだ日本で結構使いますよね。だんだんあの少なくなっているみたいですけど、まだ結構必要ですよね。印鑑。<laughs> じゃあ最後、これさっきもあったんですけど、覚えてますか無, <laughs> 無印良品ですね。この無字でした。でこの無印良品の,あの会社の名前、無印良品の,そのな漢字ですね。これ結構面白くて、無がないですね。だから印がない、で、良品だからいいもの。 結構その無地のイメージが分かりますよねで。これで無印良品と言います。はい、いいですか。では最後の文法に行きましょう。えー、何々おかげでです。これはよく使うので聞いたことがあるかもしれません。じゃあ初めにこれを読んでください。えー、Google マップ s のおかげでお店の場所がすぐ分かった。 マップスのおかげでお店の場所がすぐわかったで。お店の場所があの駅から歩いていてすぐわかりました。それは Google マップスがあったからです。というときです。Google マップスがあったからお店の場所がすぐわかりました。そういうおかげでっていうのは何々があったからいいことがありましたというときに使います。ですね、だから、あのー このおかげで何々これがあったからこんないいことがありましたというときですね。で、まあこの <laughs> コネクションはいろんな使い方があって、まあ、例えばこれですね。勉強したおかげで何々忙しいおかげでとかな形容詞は綺麗なおかげで学校のおかげでまあ、寒くないおかげでないおかげで と言っていないおかげで、このないも一緒に使うことができます。で、例えば、これ、田中さんのおかげで仕事が楽しくなった。これ大丈夫ですよね。多分前に仕事が好きじゃなかったけど、田中さんありがとう。田中さんがいるから今仕事が楽しいです。これ大丈夫ですね。これはどうですか田中さんのおかげで仕事が嫌いになった。 これは前は仕事楽しかったけど田中さん怖いから <laughs> で田中さんが原因で今仕事が嫌いになったこれ悪い結果ですよね嫌いになったこの時はよく田中さんのせいでという他の文法を使いますでも「おかげで」を使う時もありますであの悪い結果の時に「おかげで」を使ったらこのアイロに皮肉 と言うんですけど、こういうニュアンスがあります。ちょっと意地悪な言い方をするときに、これを使うときもあります。でも、だいたいいつもそのいいときですね。あのー、嬉しいときに使う文法です。でも、時々この下の文、このアイロニーのニュアンスで使うときもあるので、ちょっと気をつけてください。じゃあ、例文を見てみましょう。これ、さっきのですね。 Google Maps のおかげでお店の場所がすぐ分かった。これ大丈夫ですね。あのこの地図があったからありがとう地図。<laughs> お店の場所すぐわかりました。これ、ね、はどうですか ?Zoom のおかげで家で友達と飲み会ができます。 ですね、そうズームがあるから家であの居酒屋に行かなくても家で友達と飲み会ができます。そうですよね。はい。じゃあこれは「ずっと家にいたけど動物の森のおかげで暇じゃなかった」これ動物の森はみんなもうよく知っているアニマルクロッシングですね。 はい、多分ずっと今最近みんな家にいたけどでも動物の森があったから暇じゃなかった毎日楽しかったですね <laughs> はいじゃあ文を作ってみましょう何々何おかげで昨日は楽しい一日でしたこれはどうでしょうか何々何おかげで昨日は楽しい一日でした何のおかげでしょうかえっとじゃあこれも。 みんなの意見を書きますねいい天気のおかげで昨日は楽しい一日でした。いいですね。あと、えー、注文、えー、注文していた本が、えー、届いたおかげで昨日はいい一日でした。いいですね。はい、おかげで昨日はいい一日でした。はい と、えー、ああこれもタンドムパートナーの <laughs> おかげで、えー、昨日は楽しい一日でした。じゃあちょっと見てみましょう。えー、いい天気のおかげで昨日は楽しい一日でした。そうですね。特に東京で今梅雨、その雨がいっぱい降っていますから、時々いい天気だとすごい <laughs> 楽しい一日になります。 注文していた本が届いたおかげで昨日は楽しい一日でした。これ多分 Amazon とかで注文していた本が昨日うちに届きました。いいですね。と、タンデムパートナーのおかげで昨日は楽しい一日でした。みんな知ってますかタンデムパートナー。私は知らなかったんですけど、<laughs> この時のライブレッスンのおかげでタンデムパートナーを知りました。 なんかタンデムパートナーはあの、ランゲージエクスチェンジをするためのアプリみたいです。よかったらチェックしてみてください。<laughs> はい、いいですね。じゃあ、これも大丈夫ですね。ありがとうございますでは、またレビュークイズはスキップして、えー、そして次に聞いてみようですね。で、これ、毎回やっているんですけど、えー、聞いてみよう、このコーナーで私は今、記事を読みます。3回読みます。 一回目は何も見ないで聞いてください。で、二回目は単語リストを見ながら聞きます。三回目は文を読みながら聞いてみましょう。では、一回目です。じゃ、何も見ないで聞いてください。プラスチックのゴミを減らすために、何をするべきでしょうか。最近、プラスチックのストローの代わりに、紙のストローや繰り返し使えるストローが人気です。 日本国内のスーパーやコンビニでは、7月から買い物袋が有料になりました。そして、ペットボトルの使用を減らすことも大事だと言われています。無印良品は、国内113の店に7月1日から水の出る機械を置いています。自分の水筒を持っていけば、誰でも水をもらえます。 冷たい水も出るそうです。ikea も同じように原宿など11の店に水の出る機械を置いています。どうですか？じゃあ、えっ、ー、と単語リストを一緒にチェックしましょう。まず、これ読み方どうでしょう？減らすと読みます。減らすは少なくするですね。あの増やすの反対少なくする。 というのが減らすす。でこれは繰り返しは何回も何回も1回だけじゃなくてもう1回もう1回とそれが繰り返しですね。これは漢字簡単ですね。<laughs> 読み方がちょっと。国内と読みます。国内。国内はその国の中で。 日本国内だったら、日本の中でという意味です。国内。これは買い物袋です。買い物袋。買い物袋は、あのスーパーとかコンビニとか買い物したときにもらうその袋ですね。なんか大体プラスチックの袋とか、あと紙の袋もありますよね。はい。これはどうでしょう。 有料と読みます。有有料。有料はお金を払うという意味です。無料の反対ですね。お金を払って何かもらう。これが有料です。これはこれもよく出てくる単語なんですけど、使用。この使用の使は使うという感じですよね。で使用するっていうのは使うという意味です。使うと同じです。 これ、もう今日大丈夫ですよね。何回もいっぱい出てきました。で無印良品ですね。無地です。はい。これはどうでしょう。機械です。機械は、例えばパソコンとか冷蔵庫とか洗濯機とか、そういう電気で動くもの、全部機械です。これは、置くですね。机の上に置く。 ペンを置きますとかですね。置く。あとこれ水筒と読むんですけど、水筒知ってますか？水筒はあの例えば家から水を持っていく会社に水を持っていくときにその水を入れるそのボトルが水筒です。いいですか？じゃあちょっと今日単語リスト長いですけど、これをこの単語リストを見ながらもう一回。

無印良品は国内113の店に7月1日から水の出る機械を置いています自分の水筒を持っていけば誰でも水をもらえます冷たい水も出るそうです IKEA も同じように原宿など11の店に水の出る機械を置いていますどうですかさっきより分かりましたか じゃあ最後に、えー、文を見ながら聞いてください。プラスチックのゴミを減らすために何をするべきでしょうか最近プラスチックのストローの代わりに紙のストローや繰り返し使えるストローが人気です。日本国内のスーパーやコンビニでは7月から買い物袋が有料になりました。そして ペットボトルの使用を減らすことも大事だと言われています。無印良品は国内113の店に7月1日から水の出る機械を置いています。自分の水筒を持っていけば誰でも水をもらえます。冷たい水も出るそうです。IKEA も同じように原宿など11の店に水の出る機械を置いています。 はい、どうですか？これすごいいいですよね。無印良品とか ikea であの買い物しなくても、あのお金を払わなくても無料で水がもらえるというのが始まる始まったみたいです。まだ私は見てないですけどね。すごい素晴らしいなと思います。みんなもチャンスがあったら行ってみてください。<laughs> はい。では今日のレッスンはこれで終わりになります。 えー、よかったらまた皆さんもライブレッスンにぜひ参加してください。のウェブサイトをチェックしてみてください。じゃあ、きもありがとうございました。またねー。